はい、おはようございます。空の桜井正弘です。今日は随分雰囲気が違うところでやっていますけれどね。今収録日は2020年5月の2日です。これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回例えばスマブラの新キャラクター、新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出してなんとかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に送られてきまして、ああもう分かった、すべて理解したと。つまりここは私の自宅なんですね。自宅からお送りしています。まあ任天堂の公式放送で、自宅を晒した人ってもしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいという意味でもちょっと興味深いかもしれませんが、モニターが2つあるのは、いつもゲームとテレビを見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを2つのモニターで出して同時に走らせて競ったりとか、そういう風にして遊んでいます。まあ今回こういう事態になりましたので、ちょっと特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。では最初に、アームズとは、任天堂スイッチの初期の頃に出た対戦型アクションゲームで、両腕がバネのようになっている人たちが戦い合うというものでした。いいね持ちが有名ですね。両方のコントローラーを手に握ってこのようにパンチをするというような操作形態でした。でですね、簡単に、手がスプリングというけれども、あの人たち一体何なんでしょうね。腕がこう伸びると、ミュータントなのかサイボーグなのか、どうもいまいちよく分からなかったので聞いてみたんですけど、どうやらアームズ能力者っていうのがいるらしいですね。アームズ能力者は、その能力を発揮するときに手がバネのようになると。まあ手じゃない人もいるみたいですけどね。でも、とにかくそういう一定の確率で一定の人数いるというような、タイプの人たちらしいです。でもそのアームズファイター、何が参戦するのかっていうことをまだ言ってなかったですよね。参戦ムービー作りました。ここでわかります。ではご覧ください。
にゃん。というわけで、アームズから新ファイターミェンミェンの参戦です。ラーメン大好き少女、麺天飯食堂の看板娘、18歳です。なぜアームズのファイターの中からミェンミェンかというと、ぶっちゃけて言うとアームズの矢吹さんがミェンミェンがいいと言ったからなんですけど、まあ私もミェンミェンかニンジャラかなと思っていました。スプリングマンが主役じゃないのかというような見え方もあると思うんですけれども、どうやらそうではないです。みんな主役ということをおっしゃっていました。まあスプリングマンで画像検索をしても何らかの悪魔超人の絵ばっかり出てくるんですよね。これから、ゲームの説明を行いますが、すべて開発中であることをご了承ください。アームズをスマブラに落とし込むってとっても難しいことです。そして、結果的にかなり変わった戦法を持つファイターになりました。得意不得意がはっきりとしていてですね、主に重量級なんかは得意なんですけれども、軽量級、空中戦が得意な人みたいなものは比較的苦手な部類になりますね。では説明してまいります。これがミェンミェンです。両腕がスプリング状になっているのが分かりますね。そして、それぞれ別のアームを装備しています。アームの特徴について、まず腕を伸ばすことができます。これ強攻撃という概念のものですかね。そして、スマッシュ攻撃、これはもうちょっと威力があるものを伸ばすことができます。そして強攻撃というのは打ちながら歩くことができたりします。そして、ジャンプなんかもできるんですね。打ってる途中に普通に操作をすることができます。で、空中でスマッシュ入力というのも実はあったりします。これスマッシュ入力、これ普通の入力、ちょっと長さと威力が違うんですね。そして、曲げることができます。上シフト、下シフトみたいな。下シフトの時地面にぶつかってるからコキンと曲がってたりしますけれども、こうやって狙いを定めることが可能です。そして他のファイターに比べて大きな相違点が一つあります。それは B ボタンが普通に必殺技ではないということですね。まず A ボタンを押します。これアームを打ちます。左アームですね。そして B ボタンを押すと、これ右アームになっています。つまり A ボタンと B ボタンが対照的な、右腕と左腕を操作するというようなものになっているんですね。必殺技がないわけではないですけれども、後で説明をします。なのでこれを利用すると、まずこうやって左右に打ち分けることができたりとか、強攻撃とスマッシュ攻撃のコンビネーションをしたりとか、上狙った後下狙うみたいなこともできると思います。そしてAB 同時押しにスマッシュ入力を設定している人というのは多いかと思うんですけれども、それを立て続けに押すと ABAB と両方のスマッシュ入力を立て続けに出すということになります。これは必ず A ボタンの入力、つまり左腕から先に出ることになります。思えば2人操作がソファーの上だとできないので、サイドテーブルを用意してきました。直接攻撃とはいえども有利なところはもちろんありまして、例えばカウンターなんかは全然食らわなかったりしますね。全然平気です。ただ弱点めいたものもありまして、接近戦にはやっぱり弱いです。例えば結構簡単に避けられるんですね。空中にちょっと飛んでるだけで当たらなくなってしまう。もちろんこの後の隙はすごく大きいですから、簡単に反撃を受けてしまうというようなことになると。だからこそ上シフトとかを使って対空をしていかなきゃいけないんですけれども、そうそう自由に曲がるものでもないです。つまりミェンミェンを使うような場合には、敵が上から飛んでくるみたいなシチュエーションは比較的苦手ということになりますね。空中で攻撃をすることももちろん可能なんですが、そうそう当たるものでもないというか、当たりにくいものなので気をつけていきたいですね。基本的には間合いを空けるということで。
逆に面々を相手にする場合はどんどん接近していくことを第一に考えるべきですね。なおシールドされても比較的大きな隙ができます。通常必殺技や横必殺技はアームの操作に使うわけですが、上必殺技と下必殺技はあります。といってもちょっと特殊なんですが、下必殺技はアームチェンジになります。この右腕のアームだけを切り替えることができるんですね。これどんな時にでも操作が可能な状態だったらパッ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 と切り替えることが可能です。まずこのリング状になっているのがホットリング。牽制に向いているアームだと思ってください。比較的素早く動くのと、攻撃をするとここでリングをパチンと切り離すんですね。この切り離したものも最初の方には当たり判定があります。なので、比較的広い範囲を迎撃するためのもの、ただし威力は低いです。上に下に動かす範囲も結構広めですね。復帰阻止にも割と有効です。次にメガボルト、これは威力が抜群のアームだと思えば良いと思います。はっきり言って、スピードは遅いです。全体的にリーチも短いですね。なので見切られやすいです。曲がることも本当に不自由だけども、これが一発当たれば結構痛いです。しっかり貯めたメガボルトならこのくらいからでも撃墜できるかもしれないですね。という多人数戦に向いていると思います。多人数戦でとにかくどさくさに紛れて撃墜数を稼ぐとか、そういうものには向いてますね。逆にワンオンワンとかではちょっと当てにくいかもしれないです。次にドラゴン、もうすでに左腕にくっついているものですが、両腕をドラゴンにすることができます。牽制向きのホットリングや撃墜向きのメガボルトに対して割と素直というかスタンダードな性能ということになります。右と左で撃てるわけですが、この時にボタンを押し続けるとレーザーを出すことができるんですね。ドラゴンレーザーでしょうか。これを利用して例えば別々のところにビームを放ったりとか、そういうふうにしてより長い距離を牽制することが可能です。またこれももちろん左右に打ち分けることはできますから、両方でビームを打ってみたりとか、その際ちょっと角度を変えたりとか、横に対しては広範囲の攻撃範囲を持て得ることができるというものですね。そしてもう一つ特徴があります。想像に硬くないと思うんですけれども、つかみは両腕を伸ばしてつかみかかります。これ原作と同じですね。そして相手をつかんで投げると左腕はドラゴン化しているのがわかるでしょうか。アームとしても大きくなっています。比較すると炎とか出てたりとかしていますね。強化された左腕は普通のドラゴンよりも威力が高いです。ドラゴンレーザーも普通のものよりも強化されます。これが普通のもの、これが強化版。ちょっと渦巻いてたりしますよね。威力も強いです。なお3つのアームは空中通常攻撃も変化します。例えばこれがドラゴンのもの、平均的、そしてこれがホットリングのもの、素早いんですね。メガボルト、遅いけれども威力はあるといった感じです。これもまた A ボタン、B ボタンで打ち分けることは可能ですが、同時に出すことはできないです。そしてこの面々、アームだけかと思ったらキック技も一応あるんですね。パンチを長く押すと腕を伸ばすんですが、短めにタンとタップをするとキックになります。これカンフーコンボといういわゆる弱攻撃に相当するものですが、長押しと短押しで使い分けることが可能です。上強攻撃はこういうホイールキックみたいなものになります。そして上スマッシュ攻撃はサマーソルトキックなんですが、サマーソルトキックにはちょっとした特徴がありまして、こう相手の球を弾き返すことができるんですね。原作でも相手のパンチなんかをサマーソルトキックで返すみたいなシチュエーションがありましたが、それを再現しています。そしてダッシュ攻撃はこういうふうに飛び蹴りをすることができます。
下強攻撃、これスライディングになります。スライディングで引っ掛けといて上強攻撃につなぐとかいうことも可能です。他のキック技としては、下スマッシュ攻撃、左右同時攻撃ですね。あと空中攻撃の上、そして空中攻撃の下は急降下キックになります。これで落下のタイミングを少しずらしたりすることができたりとか、吸収したりすることができるわけですね。そして残った必殺技上はアームジャンプというものになります。これ、短く押した時と長く押した時でジャンプ力が違いまして、長く押すとかなり高く飛ぶことができます。少し曲がって飛ぶことも可能です。どちらかというと地上戦を得意とする面々にとっては逃げに使うようなものに比較的近いかもしれないです。ジャンプして空中下で吸収をするであるとか、大きく位置をずらすわけですね。また上昇時は少し無敵が生じるので、ある程度当たってもまあ大丈夫です。少し遅れていてもまあかわすことはできますから、いざという時諦めずに距離を取ることを頑張るということができたりします。必殺技上を地上で使うとアームジャンプなんですが、空中で使うとアームフックという技になります。見ての通りこう腕を伸ばしていますけどね、これを攻撃に使えることはさほどないと思います。どちらかというと腹筋に使う技ですね。こんな感じでいわゆるワイヤー腹筋みたいなことができるというものです。ドラゴンで食ってるような感じになっていますけど。そして最後の切り札はアームズラッシュです。これはアシストフィギュアのスプリングマンなんかも使っていましたが、原作にあるパンチをいっぱい出す技ですね。これですが、そこは最後の切り札なのでもっとスペシャルに演出をしています。アームズファイターが勢ぞろいして無数のパンチを繰り出すというものですね。最後はドラでフィニッシュ。ステージはスプリングスタジアムです。柱にある電光掲示板にはさまざまなアームズファイターが映し出されます。ここの特徴は何といっても左右にせり出しているジャンプ台です。ジャンプ台に乗ってジャンプボタンを押しますと、こういうふうに高くジャンプすることができるんですね。ジャンプ中には相手に対する攻撃力が発生します。そしてスプリングスタジアム上方にあるこの梁も一つの特徴になっています。ここに吹っ飛んだ相手がぶつかることがあるんですね。こうやって、そしてこんな風にコンボを決めたりして、いろんなアクシデントを見ますが、例えばぶつかった瞬間にとりあえず受け身を取ってみるとかで助かることもありますので、頑張ってみてもらえればと思います。そしてアイテムオンにしているとアイテムヘリがアイテムを運んでくることがあります。アイテムは出てきただけではダメで、ちゃんと落とさないと自分のものにならないので気をつけましょう。それでは、一通り説明をしましたので、これから実戦に移りたいと思います。はい、今回は参戦ムービーに出ていた2人のチームと、戦ってみます。2対1です。正直言って相性は良くないですよね。特に飛行タイプというのは、地上戦を得意とする面々にはちょっと苦手な相手だけども、今前で行きたいと思います。密です。ソーシャルディスタンスというやつですね。そろそろメガボルトで行きたい。うまく当てればいけるかな。いいよ、ドラゴンのレーザーで当たりますね。この人もいただきたいが、どうかな。メガボルトはやめとこう。もう十分に吹っ飛ばせるはずだ。ダブルドラゴンで行きますよ。さすが CP レベル8。ドラゴンじゃちょっとダメですね。ホットリングにするべきでしたね、今のはね。切り札を2回使えるっていうのがポイントです。2人でいるっちゅうのは。お、やった、コピー能力。やっちゃった。
使ってもらえばよかったですね。なんかさあ来い、来るんだ、来たいだろ。あーでも嫌な位置で当たっちゃいますね。これはやられたかな。ファルコンズメガボット、あー届かない。いや届いてはいるんだけど、確実に当たる位置で来たいでしょ。よし今だ。これはもらったですよね。まあ残り1人になったとはいえ安心はできないな。何しろ切り札があるし、あーやっちゃった。うかつに腕を伸ばしてると。でも全然大丈夫。やっぱり接近戦を仕掛けようとしてもダメですね。前を離していきましょう。そっか、人には割とわざと当てないっていう方法が使えるんですけどね。ジャンプ台どうですか。はい、というわけで無事に勝てました。やっぱり、噛み合わせが大事だと思います。ダメな時にはとことんダメなこともあるんですけれども、うまくいけば前を保ったまんま相手を封殺することもできるという、ちょっと変わったキャラクターになっていますね。楽しんでいただければと思います。与えたダメージの落差がすごいな。以上です。次はサウンドについて。今回実装したサウンドは以下のようになっています。全18曲うち2曲が原作作曲の朝日さんによるアレンジです。アームズはもともと対戦格闘ゲームみたいなところがありましたから、あんまりアレンジの必要性はありませんでした。たった600いくらのダウンロードコンテンツにもかかわらず、ほぼ全てのスタジアムの音楽を内包しているというこの豪華さ、お楽しみいただければと思います。メンメンスプリングスタジアムと楽曲のセットは6月30日に配信予定です。ファイターパスボリューム2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入はできます。ファイターパス2まだ1人しか発表していないんですね。残りまだ5人もいるのかと思っていますが、鋭意制作中です。しばらくお待ちください。次にミーファイターのコスチュームについて追加のお知らせです。こちらをご覧ください。
ボルトボーイが参戦することになりました。マスコットとして着ぐるみっぽく参戦していますね。そして小ネタなんですが、ミーファイターのコスチュームを購入しますと少しだけスピリットのお題が変わっているものがあります。例をご紹介します。これはカップヘッドの画面なんですが、通常はロックマンが相手として戦います。しかしミーコスチュームを購入しているとお題がカップヘッドのものになるんですね。こういったお題はこれからのアップデートで少しずつ増やしていくかもしれない予定ですので、もしもお題が変わっていたら、あ、そういうものなんだなと思ってもらえればと思います。そしてこの度スピリッツに新たな機能を加えようと考えています。それは再戦機能です。スピリッツの手持ち名鑑、スピリッツ名鑑に今まで戦ったり集めたことのあるスピリットが並んでると思いますが、なんか変なマークついていますよね。ハイスコアとかついていますけれど、普通に名鑑を見るとこのようになっています。ですが X ボタンを押したりするとですね、こう再戦ができてしまう。ここでスピリットのセットを、まあ、適当に組んでですね、戦うを選ぶと名鑑にあるものは、そして戦うお題があるものはいつでもそのお題で再戦をすることができるようになります。ゲッソー、上に行くやつですね。上に行くっていうことはもしかしたら、使えなかった上必殺技使えるかもしれないですね。そしてフィニッシュすると結果が出て、その時の装備していたスピリッツとその強さに応じたスコアが表示されます。少し SP も入りますね。するとクリアしたようなマークになってハイスコアと出ましたけど、右上のところにハイスコアトータルというのがあります。これは非常に様々なお題をクリアしていくと累積されていくんですね。なので一通り全てクリアしてしまうとそのハイスコアというのはとりあえず大きく出ると思います。ただ見ての通りの数です。相当すごいボリュームがあります。ただ1回クリアするだけでも大変だとは思うんですよね。しかしまあいろいろな遊びが楽しめますから、再戦機能ぜひ活用していただければと思います。スピリッツのお題の中にはなかなか手強いものもあります。逃げ惑うポリンとかに苦労した人も多いんじゃないですかね。私がそうですけれども、今回スピリッツ班から、難しいお題などの解決方法についていくつか例を取ってもらいましたので、それをご覧ください。
にかくすごいボリュームになると思います。また、忘れられてるかもしれないですけれども、スピリッツのお題というのは多人数同時に遊ぶことができますので、そちらも活用いただければと思います。スマブラシリーズのアミーボについてなんですが、前回基本的なキャラクターは全部出し尽くしまして、スマブラ4の時と合わせると全種類が、アミーボとして展開されています。まあスマブラ4用のデザインだったりしますから、ゼルダとかガノンドロフとか新しいデザインにならなくて残念だなとは思いますけどね。はあ、残念だ。でも全部出し尽くした、出し尽くした。ところでこれをご覧ください。アミーボのジョーカー販売決定です。なかなかのクオリティを持ってると思います。透明パーツとかで支えになってたりするんですね。ディテールも良いと思います。わざわざ、こういうモックというんですかね、試作版をうちまで送ってくるという、自宅でこれ楽しめていいのかっていう気がしますけれども、なかなか嬉しいですね。ここでジョーカーを作るということは、その他のダウンロードコンテンツ等々について作っていくのか、次は勇者なのか、順番的にはというような、風に思われていると思いますね。ところでこれをご覧ください。アミーボの勇者も制作中です。ダウンロードコンテンツで登場したファイターのアミーボも、これから作られていくことになると思いますが、どこからどこまで作られるのかというのは、まだ未定になっています。気長にお待ちいただければと思います。最後に余談です。キャプテンファルコンがラーメンをすすっているという参戦ムービーを作ったわけですけれども、そのラーメンをすするキャプテンファルコンの声だけのために、声優の堀川亮さんをお呼びしました。堀川さんは、ドラゴンボールのベジータなどで有名な方ですね。昔64版を収録した時から非常に様々な音声収録を行ったわけですが、実は64版から新録をしていないというのはキャプテンファルコンただ一人だけでした。ヨッシーみたいにアセットを使っているものを除いてですけれども、まあ楽しく、収録させていただきました。時々キャプテンファルコンファルコンパンチやってみたいなことも言われるみたいですね。キャプテンファルコンは、初代64版からの声をそのまま使っているということは、なんで切り札ボイスがあるんだ、あのカモンブルファルコンってやつですね。それ64版にないですけれど、実は64版の時から、そういう最後の切り札に準じたような仕様というのは考えてはいたんですね。やめちゃいましたけれども、スマブラ X で3作目でやっと、そういう仕様が入ったというような経歴があります。今回は、私の自宅からお送りすることになりました。外出禁止以前に、コロナウイルスの影響というのが、大変厳しい状態になっています。これが、公開される時には少しは状況が改善されることを望みますけれども、やっぱりまだまだ厳しい状況ではないのかなと想像しています。当然ゲームもいろいろな作品が、販売が難しくなったり遅れたり、あるいは、こっそりと中止になったりしているものもあるかもしれません。ですが、少なくとも私たちは、スマブラチームはできることを頑張っていきたいと思います。少なくともあと5つの、ダウンロードコンテンツを作るということはお約束しますし、中でも参戦ムービーもちゃんと1つずつ作っていくことにしたいと思います。できる限りのことをやりたいと考えています。なので、もしも外出禁止が出ていたとしたならば、まあ、家でおとなしくゲームなどするなり、頑張っていきたいと思いますね。皆さん協力していきましょう。それではおそ松様でした。ご清聴ありがとうございました。それでは。